これアルミ磨くにちょうどいいです。欲しいじゃん。よくないこれ。いや、いっぱい入ってる。いっぱい入ってる。置いとこうか。置いとこうか、これな。ここ、とりあえずここ置いとこうか。とりあえずこれ貼っとこう。これ、端まで全部入ってるの。端、そうだ。よいしょ。いや、入ってる。入ってる、すげー。これ。めっちゃね。あ、長い。いや、めっちゃええのいっぱいあるやん。長い。いや、見て、これ、ちょっとこれ大事に置いとこうや。これめっちゃええやん、これ。な、置いとこう、置いとこう。アルミ磨き用に。あ、このドライバーさん、乗るドライバーさん用に置いとこうか。ね、な、じゃあ、ジョルダーを出しました。京都銀行のね、粗品のスポンジコーナーです。長い。めっちゃええやん、長いやつ。長いお付き合いのね、スポンジの長いのありますよ。じゃあ、ジョルダーの会社から、お手紙。ラブレターが入ってます。ちょっとわかんないです。なんか視力ですかこれ。0.8 とか 1.1 とか 0.9 とか。中のサイズでしょ。中のサイズですね。これは。よし。ジョルダーって見た目以上。これあれあれじゃん。すごい。あのほら、なんやった激落ちくん。すごいなんか触り心地がいいですね。ふわーっとしてるな。ふわーっと。まもしょうもない。まもしょうもないもん。はい。これは、ジョルダーは。油とか使えへんのかな。じゃあちょっと中乗りましょうか。乗ります。こちら。はい。ちょっとジョルダーの向きとかちょっと僕分からんねんけど。よし、出していきましょう。ジョルダーってこう向きですよね。ね。こう向きで当てます。これは下ろすときですよ。下ろすときと積むときと逆だ。あ、これ前やったら前。はい。あ、抜けないじゃないですか。なるほど。これを下ろすときの方向ですね。こうですね。よしよし。下ろすとき、いや、ん？ジョルダーこっちや、後ろはこっちやばすね。下ろすときも積むときも。いや、下ろすときこっちの方がいいんですよ。なんでかって言ったら、パレット置いて、ジョルダーだけ変えれるやろ。あー。リュウトマンが取ってくれるまで待たんでいいから。知らんで。普段使わへんもんね。普段使えへんから。使わへんのが知ったかぶって言うと。はい。知ったこと怖いもんね。これジョルダーこうですね。ガチャン、こうです。してました。これ今、めちゃめちゃ握りやすいですよ。まるでガンダムを操縦するかのようなレバー。ユンボみたいですね。これ、鉄板持ち上げましょうか。あそこね。おお、動くんです、これ。こんな感じですね。ジョルダ。ジョルダ出してって言われたけど、どうするんやろ。今一瞬、ちょっと。もうついでに。写真撮れたから。ラッシングバーももう開けておきましょうか。あ、それね。ね。開けても箱も捨てておきましょう。よしよしよし。また、スポンジ入っとったら嬉しいのね。ラッシングバーってこうやって箱に入ってんねんな。ね。知らんかった。これ、宅急便じゃなくて、郵便の鉄板あるやん。ええ。これ僕のペラペラやねん。あ、そうなんですか。よかった、交換してほしい。これこう沿って持ってんねやんか。だからパレットおろしでハンドで持っていたら、うんうん、鉄板がギュンって外行ってもうて。今度また裏返しで交換。じゃあどこつけときます。つけときましょうか。よし、うん、じゃあ今度、はい、あ、煽り開ける。誰やこんなんしたん。誰やねん、バカげたんやで。こっち僕は良かれと思ってやってんのに怒られんだろ。わかるわ。よしよし、ウィングにラッシングかけたらよー、ま、忘れますね。あれなんで開かへんねやろうと思ったら、そういうのあんま言わんとってや。俺一回やってもうてるから。なんで開かへんねやろうと思ったら、ウィングにラッシングしとる。お、藤川さん落ち着いて。よしよし、お、新品です、ね。そこであれちゃいます、リンボーダンスしてくるんでしょ。多分な折れると思う。何かが俺の何かが折れると思う。ここでダンスいいですね。ジョルダこれもどこでも止めれるでしょ。こ
これそうですよ。うちの服。こうあれですよ。床の、ね、あれガチガチって動くんですよ。どこでも。どこ で, でも、うん。どこでもフックですね。え？横山フック。何言ってんの？ですね。これでも甘い。箱の中から見る洗車機。この洗車機の名前大福っていうの。大福っていう機種の。メーカーメーカーじゃん。メーカーですか。はい、あ、ちょ、冷蔵車紹介でした。ありがとうございます。こっちとな、この景色なかなか見ないですね。じゃあさすがにウイングの音でもこの景色なかなかないですね。ほんまにね、横開けてもケツまで開けることあんまないね。え、丸裸ですね。やった、自分毎日やってるわ。やっとんかい。でも横、貫禄ですね、開けたら。